大阪からお届けしてまいりました今日の東西浪曲特選。おしまいは東京方から天中堅雲月さんにお願いしましょう。曲師は坂井時江さんです。毎年少なくとも一本は新作台本ごと新しい芸の開拓に努めてきておられる雲月さんですが、この道に入って60年目、雲月を継いでちょうど40年目にあたる今年の新作はこれです。谷口玉泉作八丈島の浮田秀家、戦国武将の運命を名調子に乗せてどうぞ。徳川家康に味方をした尾張清で24万石、福島正則はその功により、今では芸州広島で54万石の大名に出世をいたしました。皆の者大義、本日皆をこれへ集めたのは他でもない、月日の経つのは早いもので、関ヶ原の合戦以来早6年という歳月が流れ、大御所家康公には征夷大将軍になられたが、将軍職わずか2年足らずで二代将軍秀忠公にお譲りになり、ただいまでは駿府でご隠居の身である。そこで遅ればせながら二代将軍秀忠公へよからお祝いの品を送りたいと思うのだが、さて何がよかろう、これがよかろう、あれがよかろうと思うものは遠慮はいらぬ申せ。身分の上下は問わぬ申してみよう。恐れながら申し上げます。申してみよう。海にとれる牡蠣謎はいかがにござりましょう。海にとれる牡蠣、あれは珍味じゃ。ならば祝いの品は牡蠣と決めるか。恐れながら申し上げます。まだ何か他にあると申すか。ただいま殿のお言葉には、将軍様にはご酒が大好物と承りましたが、当地名産の清酒謎はいかがにござりましょう。これは夜が浮かつであったの。牡蠣もよいが酒がよいの。ならば祝いの品は酒と決めた。鶴の一声せしと決まり、吟味いたした百樽を船に積み込み船
がです。船は帆任せ風任せ、八丈が島の沖合にかかった時に風変わる。おい船頭、急に船が止まったが何かあったのか。おお、こりゃ西良役の原田の旦那でございますか。今そちらへ参ります。ちょっとお待ちくださいませ。いや、お待たせをいたしました。何、この島沖で急に風が変わって船を止めましたが、2、3時もすりゃ大丈夫でございましょう。すると何か風が変わって停泊か。なるほどな、船は帆任せ風任せとはよく言ったものだろう。時に船頭、向こうへ見えるあの島、あれは何だ。え、あれでございますか。お聞きでもございましょうが、あれが八丈ヶ島でございます。あれが八丈か。いやー、綺麗な島だのう。誰か住んでいるのか。いえ、誰も死んでしまえ、無人島にございまして。そうか、まだ日の高いようだから島見物をしてみたいと思うが、なんとかならんか。さようでございますか。行ってらっしゃいませ。おい、西良役の旦那が島見物をなさるそうだ。小舟を下ろして差し上げな。原田郷右衛門11人の足軽を連れて八丈が島へ上陸いたしました。するとこの時、向こうから神はまるでモズの巣のごとく、身にはボロをまといかなり年を取った一人の老人がやってきた。つかつかっと住み寄った郷右衛門が、お、これは島人におわしますか。手前用向きで関東まで参るものでございますが、この島沖で急に風が変わって停泊、島見物を思い立ち船頭に尋ねましたところ、無人島だと申しますので安心しての上陸。島見物にございましたが、島人がおわしますとは存じませず、無断上陸の罪幾重にもお許しくだされ。いや、そう謝ることはない。定まった島人というわけでもなく、久方ぶりにいかめしい武士の姿を見て嬉しく思うところだが、そちらはいずれの藩で名は何と申す。手前元州広島福島正則の家臣で原田郷右衛門と申する者にござります。すると何か、そちらは福島殿のご家来か。正則殿、関ヶ原の合戦以来大層なご出世じゃと聞いていたが、今では広島城の御大将とな、豊臣家にゆかりの深い者の出世を聞けば、いや、何につけても嬉しいものじゃ。正則殿にくれぐれもよろしく伝えてくれよ。確かに申し伝えますでございますが、失礼ながらあなた様のご尊命、笑うてくれ。関ヶ原の合戦では正則殿と槍を交えたことのある、浮田秀家がなれの果てじゃ。なんと、ではあなた様が浮田の殿にござりましたか。知らぬこととは申せ、先ほどから無礼の段きらり、ひらりを許しよ。これこれこれ、そう
大きな声を出すな。腹に響く、時に五右衛門とか申したようじゃったの。さっきそちが関東へ用向きで参ると言ったようじゃが、何用で参る？ん？差し支えなくば聞かせてくれまいかの。ご承知でもございましょうが、関ヶ原の合戦以来早六年という歳月が流れました。大御所家康公には征夷大将軍になられましたが、将軍職わずか2年足らずで二代将軍秀忠公にお譲りになり、ただいまでは駿府でご隠居の身にござりまするが、遅ればせながら手前主人福島正典よりお祝いの品として二代将軍へ聖酒百たる献上、その裁量役をそれがしが受けたまわった次第にござります。あれからもう無歳か、月日の経つのは早いものじゃろう。時に五右衛門とやら改めてそちに頼みたいことがあるが、なんと聞いてはくれまいかの。何事にござりましょう。手前でできますことなら何なりと。笑うてくれ、わしもボンブじゃ。そちが酒と言った一言で飲みとうなった。一つ振るわってはくれまいかの。いや、これには五右衛門が驚いた。百たると申せ、一たるでも手をつければ半端もので献上はできない。しかし世が世であれば太閤殿下のお遺言であるお偉い方が島暮しとはいえ、こうやってお頼みになる、気の毒なことだ。よし、一たる下ろして差し上げよう。半端者だて献上はできない。もう一度広島へ帰って殿にお話をしよう。お許しなかったその時には切腹いたして申し訳と、とっさに覚悟を決めた五右衛門。何かと思いますればそのようなことにございましたか。わけもないことにござります。親船へ行って取ってまいります。しばらくお待ちください。連れてきました11人の足軽のうち5人を警護に残し、6人を連れて親船。驚く船頭を尻目にひとたる引き抜いで再び島へ戻ってきました時には、早日は西に傾いています。酒樽を浮きた秀家の前へ運ばせ、菰を切り鏡を脱いで尺をつけ、大変お待たせをいたしました、どうぞお召し上がりのほどを。浮きた秀家酒の香りに吸い寄せられるごとく酒樽のそば尺を取って思わず覗いた樽の中、真昼のような月明かり、おのが姿がくっきりとあっと驚く。痩せようと
たのか。574,000億の岡山城主でありしや天下分け目の関ヶ原、あの合戦では我戦軍の総帥で18,000の大軍式破竹のごとき勢いで敵の陣地を攻めたれど分拙く破れて流罪太鼓殿下のその前で月見の縁は緑にしたたる秀も今はこうした島ぐらし昔のことは思うまい心に固く誓えどもついから次へと浮いてくる深くの涙が止めどなくどこかで都の空で見る月も八丈島で見る月も月に変わりはないが変わり果てしは我が身のことじゃ五右衛門とやら、今日はそちに無理な願いをしてすまなんだの。お礼がしたいが島暮らしで何もない。許せよ。福島正典殿今日のご出世浮田秀家心からお喜び申す。なお今宵の酒のうまさ生涯忘れはせんと伝えてくれよ。いつまでいてもせんないことじゃ。そちも達者でのう。飲めば酔うのが酒の常。心も軽けや身も軽一歩は高くまた低く山の彼方に消えてゆく。原田五右衛門11人の足軽を連れて親船へ戻ってまいりました。船頭江戸行きはやめた広島へ戻るの。
早速芸衆広島へ戻ってまいりまして、家老家の三左衛門宅を訪れました。ご家老ただいま戻ってまいりました。五右衛門、いやおかえり。じゃがちょっと帰りが早かったようじゃの、うん、お役目の方は滞りなく済んだのか。実はそのことにつきまして、八丈ヶ島の沖合で風が変わって停泊、島見物を思い立ち船頭に尋ねましたところ、無人島だと申しますので安心しての上陸、島見物をいたしております。そのうちに去るお方にお目にかかり、そのお方が豊臣家にゆかりの深いお方と聞きまして、ご懇申されひとたるおろしてさ仕上げました。なんと申す、たとえいかなる理由があるにせよ、将軍へ献上の酒、しかも殿に無断で差し上げるとは不埒なやつ。なんというお方に差し上げたのじゃ、申してみよ。そのことにつきましては、殿にお目にかかり、それがしからお話しいたしますれば、ご家老殿にお目にかかれるようお取り計らい願わしく存じます。決死の色表に表しておりますから、押して尋ねてもいうまい。仕方がないので、家老がこのことを福島正則へ申し上げる。三左衛門、五右衛門をこれへ呼べ。五右衛門、表を上げ。話は聞いた。たとえいかなる理由があるにせよ、将軍へ献上の酒、しかも世に無断でやるとは不埒なやつ。なんというお方に差し上げたのじゃ、申してみよう。殿、お怒りごもっともにござりまするが、それがしが差し上げましたその方は、元岡山城主内田秀家公にござります。なんと申す、内田の殿に。そちは八丈ヶ島であったと申すか。これは世が迂闊であった。内田の殿が島暮らしとは知らなんだ。世が今日こうしておられるのは、大御所家康公のおかげ。しかし元を立たせば太閤殿下のお引き立てのおかげじゃ。内田殿は太閤殿下のお甥なら、世にとっても恩あるお方じゃが、浮田殿、世に何かことづけはなかったか。ございました、福島正則殿、今日のご出世、浮田秀家心からお喜び申す。なお、なお何と申された。今宵の酒のまさ、生涯忘れはせぬとのことにござります。そちが差し上げた酒、浮田の殿はそれほどまでに喜ばれた。関ヶ原の合戦では、東軍西軍敵味方に分かれて戦ったが、今は別じゃ。いずれ何年かの後には、残された者同士が手を取り合って笑う時もあるであろう。それにつけても、坊えもん、酒だるおろして今ここに戻ってきたが、その方の心の内はいかがらん。しかりはせぬぞ、褒めてとらすぞ。五右衛門、お褒めのお言葉をいただいて家老になったと聞いております。早速福島正則は、八丈ヶ島での浮田秀家のことを
家康公に手紙をいたしました。即刻赦免くださるか、又島領をつけてくださいと頼みましたが、家康としてもすぐさま無罪というわけにもいかず、二代将軍秀忠公に相談の結果、浮田秀家は今まで通り八丈ヶ島で暮らさせることになりました。しかし島領をつけてくれましたので、家も立派にでき、家族の者も呼び寄せ、気楽に暮らせるようになりました。それからは普通罪を犯した者でも遠島と決まった者は遠く八丈ヶ島へ送られることとなりました。着くたびに内地へ帰る人々の顔も明るく岩角に立って見送る秀家がにっこり笑って手を振れば沖のかもめもう人が閉まるらしい。その名は沖田秀家と風の頼りに聞いたのか、元の進化が荒波を越えて訪ねる人もある。都を離れてしまうらしい。それを望めば心よく受けて八条の開墾に人を集めて日を送る。月日流れて幾星宿鳥も通わぬ八条にパッと文化の秀家。大きな大きな蘇鉄の中に見上げるような墓石は八丈ヶ島の開墾に尽くせし人の功績と今なお残る浮田秀家。今なお谷口玉泉作、八丈島の浮田秀家。講演は天中堅雲月さん、曲師酒井時恵さん。